今回は、五代目火影綱での人生、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。綱でのばあちゃんも、大概に失ってばかりだよな。だってそりゃあ、三人以前の世代じゃ、珍しいことでもないだろ。地雷や振るのが悪い。でも振られてなかったら、もっと早く地雷や死んでそう。てか、帰ってきたら、とか、下手なこと考えるから死神が、ロックオンした感ある。ナルトも言ってたけど生かすなよ。確かにエマル仙人じゃないと、無理っぽかったけどさ。死にたがってる、部分あったからなエマル仙人も、弟子死なせて師匠も死なせてと、惚れた相手が死ぬ呪い。割と繊細だよな。あの柱間の孫とは思えんくらいに。綱でばあちゃんの、無限つくよみ漫画版の内容すごい、死人ばかり。っていうか死人しかいない。あんだけ敵対したのに、オロチマルが夢の中で出てくるのが、オロチマル様はどうしてあんなお姉に、教育理解してるうちにああなった説、割と帯と一歩手前だったんだな。そう考えると、全部から逃げ出してたし、帯とマダラと違って、綱ではそんな気力ないよ。すべて描写されてるわけじゃないけど、医療従事者だから、人丸はいっぱい見てきてるだろうな。そこからの段の戦士だからな。地雷や生かせなかったら、この葉が滅んでた可能性があるからな。生かせなかったら、初見ペインとか無理すぎる。初見じゃなくても、里が滅びかけたからな。少年時代の地雷やイケメンだな。言動が三枚目だけど若い頃も男前。昔からの戦友マジで、オロチマルくらいしか残ってないのか。まあオロチマルも殺されたし、なんか復活したけど、なんで地雷や振ったんだっけ？死ぬから、おつらい。てか綱でには段いたし。段死んでいこうは、地雷やも気にしてたよ。というかペイン戦前の、会話で結構イチャついてたし。アニメの綱で無限つくよみ編は、なんなのあれ。まあ綱でも地雷や殺しかけてるんだが、風呂覗かれて、致命傷の一発覗けば、ペイン戦とどっちがひどいか、わからないレベルの、大ダメージ受けててダメだった。火影が似合う女。まあ桜や静音っていう、きちんと自分の怪力と、理想を引き継いでくれた、弟子がいるだけ幸せさ。千住家で唯一生きてる人。こんな弱い千住が、生きてたところでどうする？俺みたいに自分が生き返る手段を、後継に伝えておけっての。おわまだら、その胸の柱ましまっとけよ。きゅう、なぜわざわざ見せたのですか？ええ、お前たちを絶望させるためだ。マダラ今度こそ倒す。ギャンブルで、失ってばかりの人生。代わりに若さを得ているからセーフ。里のトップがギャンブルで、億単位の借金こさえてるとか、よく考えたらとんでもないな。カカシよりはマシていき。そりゃ最底辺の境遇と比べたら何でもマシになる。1000万借金してるけど、5000万借金のあいつよりは、マシみたいな。カカシ世代よりも、ひどい時代に生まれた、医療忍者だからカカシよりも、辛い場面に恵まれてたと思うぞ。敵が親友でとんでもないやらかししました。ってのもオロチマルで体験済みだぜ。そうか、本編終了時にカカシも、綱でと同じく50歳になったけど、トータルではイーブンじゃないかな。逃げ続けた末のギャンブルと、使命を全うした後の、温泉巡りや楽しさが違うでしょ。こうやって相対的に、不幸を比べる風潮は嫌いだ。指を全部切り落とした奴がいるからって、自分が小指一本落としても、平気かって言うと、絶対そんなことはないし、柱間の足元にも及ばぬ、医療忍術って言われてるけど、柱間のはそういう体質であって、忍術とは言えないんじゃないかな。柱間の術は継承しづらいけど、医療忍術は桜など、適性のある人物に知識や、技術ともに引き継ぎができるし、引き継ぐ人が増えることで、医療全体がレベルアップするのだから、戦乱下でも平和な時代でも、必要な技術だよな。でも柱間クラスで強ければ、戦場にわざわざ恋人が、出張る必要もなかったよな。やはり弱い奴は醜いな。他人に対して、忍術で癒すこともできたんだろ。桃式も縁を結ばずに、骨折を瞬時に治せるけど、医療忍術ではないわな。そもそも柱間の時代に医療忍者って概念ないし、
というかそもそも医療忍術って、概念がなかったぽい？使える人はいたのかもだけど、時代に医療忍術って概念を提唱して、理論立てて形式化して、誰でも使えるようにして、各班に一人入れるようにして、生存率を急速に高めた人だから、めちゃくちゃエポックメイキングなことしてる。正直火影としてよりこれだけで、歴史に名前刻めレベルだと思う。積み上げたのは年だけか。失礼だな。賭けに負けてできた借金と、すいた男の屍もだぞ。胸は作中屈指だぞ。チャクラも積んでるし、オロチマルなら実験のために、女性に憑依するのは容易に想像できる。体作り変えて、女性化した経験くらいはありそう。三代目と戦った時って女じゃないの。クローンの実験の時に、自分の精液で妊娠してそう。無限つくよみの世界での扱いを見た感じ、地雷屋は恋愛対象でなく、都合のいい男でしかなかったんじゃ、仲間としてはオロチマルともども、大切に思ってるんだろうけど。それ、ガイは親友じゃなくてただの遊び相手。って言ってるのと変わらんぞ。仮にカカシが無限つくよみかかっていたら、オビトとリン一緒にいるだろうが、それでガイが、現実の親友じゃなくなることはない。綱でも男にオスとしての、順位つける女だってことよ。結婚してもいいとは思ったものの、地雷屋は基本的に戦友で腐れ縁なのだ。恋愛的に好きなのは旦なのだ。若い頃の綱でが、めちゃくちゃ可愛いのもあって、地雷屋視点の綱弾を想像したら、ものすごく興奮するご飯重杯いける。改心したオロチマルに対して、キレるでもなくお前が、もっと早くこうなってくれてたら、地雷屋も、ってなるあたり、身内にはだいぶ甘いよね。それに対するオロチマルのでも、私が改心したら地雷屋の方が、変わってしまったかも。って反論ずるくて嫌いだわ。確かに一理あるけど、自分が地雷屋を振り回して、傷つけといてその言い逃れ方は、ないだろうと。自分の首飾りが、可愛がってた孫の呪いの、アイテムとかしてたのは、結構落ち込みそうだな柱間。綱出が火影になっただけで、落ち込んでたぞ。セイムはほぼ弟に丸投げ状態。だったろうお前が言うなや。綱出の真相心理では、オロチマルのことまだ見捨てきれてないのも、めちゃくちゃ優しいおばあちゃんだよな。オロチマルはオロチマルで綱出が、自分殺そうとすると、すっげえショックを受けた顔するし、あの三人ともお互いに、クソデカ感情向け合ってるよね。港藩やカカシ藩と違って、成人後もスリーマンセルで、忍界大戦を戦った戦友だからな。付き合いが長い分情も深いんだろう。雑に見積もっても、最低20年以上の付き合いだろうからね。三人は6歳でアカデミー卒業だから、48年の付き合いだぞ。地雷屋去年54歳。だらせんも言われていたけど、弟子が生き残って本当に良かった。親しい女は何人もいるけど、親しい男はナルト以外、みんな死んでいるという、ぶっちゃけ下げま。オロチマルは一応生きてるから。オロチマルがお礼になったのは、綱出に関わる男が死ぬ運命から、逃れるためだった？戦争中はオロチマルに対しても、だいぶ軟化した対応をしてたけど、さすがに無許可で息子を、この入りさせたのは切れた。失う大事なものがない自分は、幸せなんだなって、ナルトを見ると考えさせられるね。それは幸せではなくまた、別の形をした不幸なだけだぞ。仏教的に言うとそれが最高に楽な状態だな。おじいちゃん譲りのカリスマ性あるよね、綱出様。まあ戦争の時代の忍者だからね。忍び界最強の医療忍者だろうに、血液恐怖症なだけで十分闇だよね。火影の条件は重い重い過去です。なわけにエロ本渡そうとしてる。地雷屋とそれを見守ってるオロチマル。綱出は無限つくよみの内容が、いいだけに悲しいよね。カカシにとっての害みたいに、冗談抜きでオロチマル生きてるのが、救いになってないこのおばあちゃん。カカシにとってもナルトたちが、できたみたいなところあるから、綱出にとってもナルトたちが、できたみたいなところは、ナルトたちそや里の英雄だわ。シズネや桜もいるでしょ。真面目な話、火影就任前は、ギャンブル三昧の破滅主義者、みたいな生活してたから言うほど、
オロチマルは支えになってないよ。自分の師匠を殺した男だぞオロチマルって。しかも綱手とかジライアを裏切って里抜けしてるし、さすがにそこまではないだろ。最初から何も持ってなければ失うこともないんだ。犠牲がなかったらここまで医療忍術は発達しなかっただろうから、この犠牲で多くの人が助かったっていうのもあるだろうからな。ジライアにしても犠牲にならなかったら里自体が壊滅してただろうし。オロチマルが許されてる理由ってこの人のためなのかな。許さずに倒すとどっかでまた復活して元のようにやばい実験しだすから、今みたいに度を超えない程度に監視して利用するのが一番平和。マダラみたいな敵が現れた時の戦力として生かされてるオロチマル本人弾、実際人界の戦力は弱くなってるから、オロチマルやカブトみたいな力は必要なんよね。言っちゃ悪いけど、割とこの歳で昔の恋人忘れられないのは、ある意味が異常に青春し続けてる人なので、幸せになるチャンスはいくらでもあったと思う。ジライア、オロチマル、ダン、ナワキ、周りにホカゲの器もしくは、ホカゲを目指してる奴はいっぱいいたのに、綱で本人がホカゲになるのは皮肉すぎる。豪快そうに見えて、結構乙女で繊細な性格だよな綱で。皆さんは、五代目ホカゲ綱での人生、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。